どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、家族で行った淡路島旅行で利用させていただいた RV パーク淡路島シームーンをご紹介したいと思います。とその前に簡単に淡路島のご紹介。淡路島は瀬戸内海東部に位置し、日本で最初で生まれた島と言われ、国生みの島とも呼ばれます。本州からは明石海峡大橋を渡っていくことができ、淡路島玉ねぎや淡路牛、海の幸なども豊富にある人気の観光地です。我が家からは比較的手軽に行けるのでお気に入りのスポットです。そんな淡路島で RV パークを利用してみました。利用料金などは動画の最後にまとめてありますので、よかったら最後までお付き合いいただければと思います。それではどうぞ。国道28号線を走り、目印は CI が海月さんの看板。同じ敷地内のこのホテル、この日は改装中やったんで玄関は使えず裏口から。駐車場の奥に入ると RV パークの看板があります。駐車場はかなり広く、キャブコンタイプのキャンピングカーでも十分広く使えそうです。受付で鍵をもらってすぐ後ろにある電気を利用することができます。RV パークのすぐ裏にはビーチもあります。この RV パークの最大のメリットと言っても過言ではない CI が海月さんでのバーベキュー。もちろん飲み放題もあります。ここのバーベキューはサイドメニューがかなり豊富で魅力的ですが、取りすぎに注意です。今回は浜焼き海鮮セットと焼肉のコースを注文しました。天気が良ければこちらのオーシャンテラスでもいただくことができます。バーベキューとビール最高ですね。それでは改めて RV パーク淡路島シームーン施設内の紹介です。こちらは受付棟です。受付の横にはサウナもありました。ビーチは昨日とは打って変わって穏やかで、これならオーシャンテラスでバーベキューもできそうですね。マリンスポーツのシーズンにはいろんなアクティビティが楽しめそうです。シャワーとトイレは CI が海月さんの館内のものを利用できます。トイレはウォシュレット付きですが、シャワーはビーチと兼用なので鍵はありませんでした。気になる方は館内の有料大浴場の利用をお勧めします。RV パークの利用料金などはこちらになります。そしてこれが受付でもらった注意事項になります。
以上、RV パーク淡路島シームーンさんのご紹介でした。同じ敷地内にホテルもあるので、夜も安心して過ごせることができ、夏にはビーチも近いので、アクティビティも楽しむことができる。そんな至れり尽くせりの RV パークは珍しいのではないでしょうか。詳しいことは RV パークのホームページ、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらでご確認ください。というわけで、今回の動画は以上になります。この動画面白かった、役に立ったよという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッバイ。よいしょ。